響きちゃん、私の言いつけを守っていつも朝早くから自主トレしているようだね。君の才能を開花させられるのはこの私だけ。これからも私の教えを守って努力するんだよ。うん、ナムコプロなんかに負けてられないから、自分精一杯努力してるつもりだぞ。そうそう、そのナムコプロだけど、近頃急成長しているようだね。どういうことかな？それは、ナムコプロも頑張ってるから仕方ないんだよ。なあ、違うね。ナムコプロに力などない。なのに、まだアイドルアルティメイト予選に勝ち残っているのは、響きちゃん、君の頑張りが足りないのではないか。ナムコプロは潰せと命じたはず。もっと頑張るよ。そうだね、奴らを叩き潰して君は上に行きたまえ。そのためには何をしてもいい。いつも教えていることだろう。君ならきっとできる。それでは失礼するよ。はあ、もっともっとまだまだ先は長そうだぞ。あれ、にゃんこだ。お前、野良にゃんこ、こっちおいで。にゃんこ、ちょっと自分の話聞いてよ。アイドルってさ、思ったより大変なんだぞ。こんなに完璧な自分でも簡単にはトップアイドルになれないし、アイドルアルティメイトに優勝するまで沖縄にも帰れないし、ここまで大変とは思わなかったぞ。でも黒井社長が教えてくれる通りできるようにならないとね。あ、ところでにゃんこ、この辺で自分のワニ見なかった？さっき逃がしちゃったんだ。ワニって普段あんまり鳴かないんだよね。だから見つけづらくて困るさ。うわぁ、そんな急に動いたら。平気だ、じゃれてるだけだから話すぞ。このくらいで大声出すなよ、情けないな。大丈夫だよ、普段はおとなしいんだぞ。今日はしばらく野放しにしたから気が立ってるんだ。散歩させてたらばったり黒井社長に会ってうっかり逃がしちゃってさ。あ、もしかしてナムコプロ、黒井社長と自分の会話盗み聞きしてたのか？会話を聞いてスパイしてたんだな。え、別に努力っていうほどの努力でもないぞ。ほら、自分完璧だから。そんなことより、ナムコプロって動物に好かれる体質なんだね。うらやましいよ。へえ、そっか。じゃあいつか自分が飼ってる他の動物にも会ってみてほしいな。逃げた時に会う分には構わないから。じゃあ自分仕事あるんで、バイバイ。